旭川市立カムイ中学校は、北海道旭川市にある公立中学校。1970年代、1980年代に、かけて旭川市を代表するマンモス校となっていたが、カムイ東中学校、忠和中学校の新設や少子化により現在は、解消されている。全国大会に、幾度も出場経験のある、スキー部、女子バレーボール部、 吹奏楽部などが有名。略称は、カムイ、カムイ中。1947年5月15日開校基本的には、旭川市立カムイ小学校、旭川市立大場小学校、旭川市立富沢小学校の3校の校区の卒業生が入学する、スキー部、女子バレーボール部、吹奏楽部などが、有名カムイ中学校の生徒数とクラス数は以下の通りである。 2015年6月1日現在クラスの数え方は、数字。1年1組、1組2017年5月17日、現在制定、1948年3月15日作詞、清水茂作り、作曲、二位の西家詞は、以下のホームページで、閲覧可能、旭川市立かむい、中学校ホームページ学校外要演各文化部。 旭川市神井イから9条のうち1から10丁目。旭川市大場全域旭川市高砂五台、全域旭川市南が、丘全域旭川市神井町大場全域旭川市。神井町富沢全域旭川市神井町富岡。全域旭川市神井町上岡全域旭川市。神井イ町豊里全域開港から1981年度。神井町神井イニシエタ カムイチとヨサを除く神巨村前域1982年度から1988年度、旭川市立カムイ東中学校の新設に伴い、カムイ1から9条の11丁目以降、カムイ雨ョウ井町上ン、カムイ町ョウカムイ進化を移譲する。1989年度から2006年度、旭川市立ただ中学校の新設により、旭川市、ただ 旭川市神井町チ田ウを移譲する。2006年度現在旭川市立豊里中学校の廃校により旭川市神井町チョ豊里が編入される。主な卒業生に藤恵子、玉木浩治、鈴木隆久、成田育美、ありがとうございます。